今日は味噌ラーメン。ここで一句。寒い冬、味噌ラーメンで温まる。あなたと今溢れる恋心に色をつけて、大切に胸にしまう私たちの恋。今日は大泉町朝日にあるサルマさんに来ています。札幌ラーメンが食べられるお店です。まさか群馬でねということで、昔から営業されている老舗です。多くの地元民に愛される味噌ラーメンを求めて、味噌好きな気まぐれガールを連れて、店内はカウンターテーブル奥に小上がりがありました。卓上はフィーバーです。半ライス平日無料だとメニューです。味噌だけかと思っていたら醤油に塩もあります。それぞれバターやコーンがあります。おばあちゃんがいないためメニューの変更をしているそうです。おつまみも豊富なので酒飲みにもってこい。うまげなのものばかり。餃子350円、ドロロロ。気まぐれガールは決まって餃子です。大きさはノーマルサイズ。ラーメン屋に来ると餃子と必ず。うまげ。早速一つは娘に奪われ一つ減っています。割ってみましょう。野菜は多めでかなり細かめです。一口チャレンジしていませんができそうですね。野菜の甘みをとても感じる餃子です。あ、ラーメン頼んだので無料半ライスつけてます。やっぱり米と食べるのうまいな。ラーメンで食べてももちろんありですけどね。味噌バター800円、ドロロロ。娘はこちら。やはりサロマさんといえば味噌です。うちの娘といえば味噌です。上の具材はパンチ効いてそうですね。これはうまげ。スープは綺麗な黄金色です。ごまがいいですね。上の具材はもやしにニラ、ひき肉です。嬉しいキクラゲ。このバターの溶けた感じもたまらない。バターに絡んだ麺もいいですね。トゥルトゥルの見た目がかなり美味しそうです。私食べる頃には麺もありません。スープだけもらいました。バターのマイルド感と味噌が合います。ピリッと辛いのもうめえ。味噌スタミナ1000円、ドロロリン。なんかでかいんだよな。スタミナっていうだけあってニラが多めですかね。こちらもとても美味しそうです。冬はスタミナつけないと凍りますんでね。麺も多いんですかね。うまげ。スープの見た目は味噌ラーメンとほぼ変わりません。でか。見た目でわからなかったニンニク感です。うわー、これパンチ効いてるわ。スタミナってやっぱニンニクですよね。ニンニク好きな方はぜひスタミナを。これめちゃくちゃ美味しい。この具材もね絶対うまい。味がしっかりついてて美味しいですね。塩ラーメン750円、ドロロリン。私はここへ来ても塩。塩も乗ってる具材は変わりません。ってことでパンチは効いてそうですね。塩なんで麺が透けています。もちのろん半ライス無料つけてます。娘と相方はつけないようです。スープはやはり綺麗ですね。やっぱりごまです。麺は味噌と同じトゥルトゥル系、中太麺でほんのり縮れています。あっさりしてるけどしっかりした味。うん、うまい。麺はツルツルと口の中に入っていきます。まあ麺ってそういうことだ。麺あるあるで箸で取った分が多すぎて麺を切りたくないのに切れざるを得ないことありますよね。この具材うまいのよ。メンマも大量です。
メンマいっぱい得した気分。キクラゲはテンションが間違いなく上がります。コリッコリー。食い地が張ってる人の食べ方だって、このためにあるんですよね。今日も見せます、ワンパク食い。くー、うめ。さらにオンメン。一応周りを気にしてからやってます。結局ね、麺と米は同時に食べられませんでした。炭水化物パレード最高。サラマさんなんですが、すべて女性店員さんです。女性がこのパンチラーメン作るのかっこいいね。本来だと肉はひき肉だけなので、チャーシュートッピングすればよかったなーとちょっぴり後悔しました。結局娘もハンライスもらってる。平日はやっぱりお得だな。相方も結局もらってる。皆さん食べ過ぎですよ。餃子ごちそうさまでした。味噌バターごちそうさまでした。味噌スタミナごちそうさまでした。塩ラーメンごちそうさまでした。それでは振り返りです。おばさんが帰ってきてからのメニューがこれまた楽しみ。ちょいからちょい山の味噌がうまい。平日は半ライス無料が最高です。店員さんも神対応。本日はごちそうさまでした。